はい、ということでダイヤモンドアートビーズの片付けをしていく。いつも通り色番号を書き込めるタイプのチャック袋に書いていきます。今回の例は407。はい、でビーズをトレイに移して、でこのトレイからね、このチャック袋に移し替えていきます。はい、トン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 、詰まってるよ、詰まってる、あ、できたね。はい、で柔軟剤シート、静電気除去に使えるね、柔軟剤シートを入れました。これはね、あってもなくてもどっちでもいいと思ってます。はい、で今回ビーズの保管箱がパンパンになったので、ダイソーの箱と仕切りを使って増やしました。はい、片付けの様子です。年末にね、完成した牛乳を注ぐ女のビーズも片付けてなくて、合計3作品ビーズケース9個分片付けをしました。まあなかなか時間がかかりましたね。うん、これからはつどつど片付けをしていきたいと思います。はい、片付け完了。いや、溜め込んでたものね、片付けると本当にすっきりします。よかった。